はい、これは多分ですね、中入ってきて、いっぱいやるところだと思うんですけれども、一応音楽祭が始まるまでですね、こういう感じで一応、皆さんゆっくりと待ってるようなところです。わりかしおしゃれな人、結構多いですけれども、タキシードばっかではないですよね。